予選競争目玉レース第一競争の開始を迎えています。目玉指名4号艇愛知 A1 級の今泉、あとは高枠両者1号艇の渡辺、2号艇の佐口、差のない人気対抗格に押されています。予選競争目玉レース第1レースの開始を迎えています。並びの方は現在枠なりとなっています。ここでゲストの皆様に改めてお願いでございます。お買い上げいただきました勝ち船投票券は着順確定の表示がありますまで大切にお持ちください。第1競争対戦の6選手は1号艇群馬渡辺文之、2号艇が佐口達也、3号艇愛知加藤啓太、4号艇が今泉和則、5号艇が群馬石井孝之、そして6号艇群馬118期生中村聡、以上6メンバーの対戦です。風は現在向かい風のコンディションが1メーター前後となっています。陰線には1号艇の渡辺文之です。今日はこの絶好枠1回走りインコースを取り切ります。2コース2号艇の佐久はここまで2着2本と手堅い走り、3コースに3号艇の加藤啓太です。角に引っ張って力量上位は4号艇1級の今泉、5コースから5号艇の石井、サイアウト6号艇の中村、本番レースも枠なりの3対3、現在風が 2,3 メーターとなっています。好天候に恵まれました。予選競争目玉レース第1競争、今オレンジの12秒針回転を始めてスタートマウンドで10秒前を切っています。開催3日目のトップカード予選競争目玉レース第1競争、枠なりの3対3、体型インコースから1番2番3番4番5番6番の体型でスタートいたしました。スリット通過後4コースから4号艇の今泉、さあ内側の方から絞っていこうかという体勢でありますが、おっとここでアクシデントがありました。うち1号艇アウト、4号艇がつけ前に行きましてバックストレッチでありますが、ここで2号艇が転覆、3号艇が落水を期しております。スタートは前提正常、スタートのは前提正常です。4艇の構想となって向こう上面中間点、1号艇の渡辺、その後の2番手追走、4号艇の今泉、3番手5号艇の石井であります。なお2番の佐口でありますが転覆のため失格、そして3番の加藤は落水のため失格となっています。1番4番5番最高峰6番が追走、いきなりアクシデントがありました。1番